GT by シトロエンとは、コンピュータゲーム、グランツーリスモ5プロローグスペック3で登場する自動車であり、2008年のパリモーターショーで展示されたショーカーである。シトロエンのカーデザイナー、山本匠と、グランツーリスモシリーズの開発もとポリフォニーデジタルのコラボレーションで開発された。シトロエンが描く21世紀のスポーツカー像を具現化したもので、 東洋の甲冑をモチーフにした前衛的なスタイリングが特徴である。モーターで駆動する電気自動車だが、詳細なパワートレインは一切公表されていない。このショーカーを限定生産、販売する計画が報じられたが、収益性を理由に中止となった。ただし、実装可能な車両がロンドン市内をでも走行している。グランツーリスモゴプロローグのほか、 グランツーリスモ5、PSP 版、グランツーリスモ、グランツーリスモ6、グランツーリスモスポーツにも登場する。グランツーリスモ5、グランツーリスモ6には、GT バイシトロエンコンセプト08として収録されたほか、ロードカーとして改良された GT バイシトロエンロードカーや、レーシングカーとしてモディファイされた GT バイシトロエンレースカーが収録された。ロードカーレースカーはいずれも、 V 型8気筒搭載のガソリンエンジン車となっている。グランツウリスモスポーツには、従来の GT バイシュトロエンロードカー、GT バイシュトロエンレースカーのほか、新たに GT バイシュトロエングレーン4がラインナップに加わっている。ただし、ベースとなる GT バイシュトロエンコンセプト08にあたる車種は収録されていない。また、ゲームロフトのレースゲーム、アスファルト8、 エアボーンや UBI ソフトのレースゲームザ・クルーニにも収録されており、グランツーリーズもシリーズ以外のレースゲームにも収録される例が見られている。ありがとうございます。